はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日は視聴者様からの質問にお答えするというコーナーをやっていきたいと思います。前回配信をした視聴者様からの質問にお答えしますのパート9の内容についての質問についてお答えをしていきます。キョムさんからです。いつも拝見しております。一つ質問させていただきたいです。民泊新法ができる際、民泊新法ができることを知っていた人は一部の詳しい人とおっしゃっていましたが、行政が事前に告知するようなことはなかったのでしょうか。私は現在民泊特区で運営をしており、いつか急に特区から外されるようなことがないのか不安です。すみませんがご回答をお願いいたします。これについて私なりの回答をしていきたいと思います。なぜこのような質問をいただいたかというと、私が前回配信をしたパート9の内容で、R社長はなぜ民泊新法で全ての物件を撤退したのですかという質問があったんです。それについての話の内容の質問になるわけなんですね。簡単に話をしますと、当時2018年の6月に民泊新法ができると言った時に、2017年の時にですね、民泊新法ができるという情報が入ってきたんですけれども、それがどういうものなのかっていうのをみんなよく分かっていなかったんです。これは行政から通知がなかったわけではないんですけれども、ここは後で詳しく話していきます。そこで新たに民泊新法ができて、今まで闇民泊としてオーナーさんが OK だから民泊として回していたホストさんたちがみんな一斉に撤退をするということが起きました。この時に2017年の秋ぐらいから民泊新法の話をキャッチしていた悪い会社というのが、オーナーさんたちに民泊の新法のことを伝えずに民泊できる物件を紹介したりしてたわけなんですよ。で、民泊新法の話を全く知らずに契約をしてしまって、2018年の6月で民泊新法施行によってちゃんとした申請を取っていない部屋というのがもうリスティングを上げることができなくなったわけなんですね。この先々のことを知らないまんま権利譲渡で数百万を払って、そして民泊オーナーになってしまったという方々がたくさんいたわけなんですよ。このような背景の話をしたので、この質問をもらったわけなんですね。そしてこのキョムさんからの質問についての私の回答は、行政からの通知というのは必ずあるので心配はいらないです。過去に民泊新法の情報を知らなかった人が多いというのは、今とまたちょっと状況が違っているんですね。これってどういうことかっていうと、新法の前に民泊をやっていたオーナーさんたちって本当に民泊を儲かるからやってるっていう方が多かったわけなんですよ。どういうことかっていうと、運営代行会社さんから賃貸経営じゃなくて民泊が面白いですよっていう話をされて、お金はあるけれども時間もないしっていうようなオーナーさんたちが民泊に参入し始めたわけなんですよ。オーナーさんがじゃあ何をやるかっていうと、これ代行を使った場合なんですけれども、要するに不動産会社や管理会社から紹介された物件の契約だけをオーナーさんがやって、あとの運営設営リスティングアップ、それを全て運営代行会社さんがやるっていうパターンすごく多かったわけなんですよ。だから民泊っていうなんかよくわかんないビジネスを始めたんだけれども、なんか月々チャリチャリとお金が入ってくるんだよねっていうオーナーさん結構いたわけなんですよね。今と全く違うっていうのは、2018年に民泊新法が施行されたんですけれども、15年、16年、17年くらいって今とはまた違うっていうのが、この民泊に関する SNS を配信してる方とかっていうのもほとんどいなかったと思います。民泊に特化して YouTube を出してるっていう人もいませんでしたし、民泊に関するブログをやってた人はいたかもしれないんですけれども、今キョムさんが私に対してこのようにこういう場合ってどうなんですかっていう質問を投げかけてくれてるわけじゃないですか。当時のオーナーさんたちってもちろんネット環境はあったとはいえ、そういう情報を調べることがなかなかできなかったんですね。行政に問い合わせすればもちろんわかります。行政はそれはあらかじめ言ってることなので、こういうような大きな法律の変更がありますよ、改正がありますよっていうことはもちろん通達はしているんですけれども、その情報自体を把握してない方たちがすごく多かったんです。これが今と全く違うんですけれども、民泊の申請っていうものをやらずに民泊をやっていた方たちばっかりだったので、 Airbnb のサイト内でも旅館業申請というのをちゃんとした上でリスティングに乗っけて、そこから集客をしていたっていう正規のちゃんとしたやり方を取っていたオーナーさん、ホストっていうのは Airbnb のサイト内の全体の 3% って言われたんです。 Airbnb の残りの 97% っていうのがいわゆる闇民泊だったわけなんですね。闇民泊っていうのは、その物件のオーナーさんが
民泊 OK だよって言ったらもう OK っていうような状態だったんですよ。例えばオーナーさんが自分の戸建てを持ってます、ここの物件で別に私住んでないから民泊やっていいよっていうふうに借主に言ったら、オーナーさんが OK だったらもうリスティング上げれるわけなんですよね。これまあ厳密に言うと本当はそうではないんですけれども、当時の民泊 OK 物件イコールオーナーの許可っていうようなところがありました。だからオーナー許可物件をみんな探し回ってたんですよ。民泊関係の不動産の物上げ業者っていうのもとにかくオーナーに連絡をしまくって、今10万円で募集してる部屋を12万円で民泊として客付けできますよみたいな営業をかけていたわけなんですよね。これによって民泊ってよくわかんないけれども、そんなに言うんだったら別にやりたい人に貸してあげてもいいよって、家賃高取りできるんでしょみたいな、そんな感じで民泊ホストに貸してるオーナーさんばっかりだったわけなんですよ。そしてその借りるという民泊ホストさんも今とは全く違って全然知識ない状態で運営代行会社さんに丸投げしてるって方も多かったわけなんです。当時って本当に悪どい会社多かったんで、新築マンションの25平米のワンルームの物件を新たに民泊をするって言ってフル代行という風な形でお願いしたら、物件契約の時点で礼金3ヶ月か4ヶ月ぐらい乗っけられて、それで設備の設営投入っていうところから全部手数料乗っけられて、民泊オープンまでの申請も全部代行でやりますよっていう風な形で、いざ民泊スタートってなった時にそのオーナーさんホストさんが運営代行会社から求められた金額っていうのが350万円とかっていうの結構ザラにあったんですよ。多分この動画見てるオーナーさんからすると発狂するぐらい驚くと思うんですよね。本当にそんなことあったんですかって思うと思うんですけれども、本当にありました。そしてそういう方たちってお金はあるけど知識ないっていう方が多かったんですよ。だから運営代行会社さんにうまく言われて、不動産投資よりも絶対利益出ますよ。確かにそれでも不動産投資よりは利益出るんですよね。そういうふうな口車にまんまと乗せられてしまって、物件を契約させられてしまうと。で、代行会社さんも言ってましたけれども、月々ぶっちゃけトントンだったら文句は言わないんですよ、オーナーさんたちっていうふうに言ったんですよ。まあ5万くらい利益出しとけば文句言われないです。ただマイナスになっちゃうとさすがに厳しいですよねみたいな、そんな温度感でやってたんですよね。で、そういう会社って代行手数料とかも結構ガッツリ抜いたりしてました。ちなみにその会社自体はもう運営代行の仕事やってないです。要するに当時の民泊新法ができる前っていうのはこれぐらい個人の無知なオーナーさんが食い物にされていたわけなんですよね。しかしそれでも利益を出して施設を増やしているオーナーさんもたくさんいました。代行会社さんにフルでお願いしているのにどん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 施設増やしてたっていう、そういうオーナーさんもたくさんいたわけなんですよ。新法前に私自身も16部屋の民泊の運営やっていて、月に200から300万円くらいの利益を出していました。だから当時だったらまあまあそこそこ物件やってるオーナーさんだよねっていう感覚だったと思うんですけども、私より全然たくさんの数をやってるオーナーさんもいっぱいいたんですよ。個人でやってるのに50室持ってる方とかもザラにいました。だから私は別に自分がすごいなんていう感覚って全くなかったんですね。でも民泊としての経験値ってかなりあるわけじゃないですか。それでも私もわけ分かってなかったんです。民泊新法っていうのが新しくできるらしいね、それって何なのっていうと、要するに180日の規制ができるらしいよ。しかもかなり行政に対してしっかりとして申請をしなければいけないので、今までみたいな形で民泊ができなくなるんだって、え、それやばいじゃんみたいな感じだったんですよね。え、じゃあ今の施設って全部できなくなるの？いや、わかんないんだよね。それ誰に聞いたらいいんだろうって、まあ行政に聞くか、どこどこの不動産屋さん結構詳しいよって紹介しようか、じゃあ聞いてみるねとか、もうそんな感じなんですよ。で、どこどこの不動産屋さんに聞いても、いや私もよくわからないんですよねみたいな感じで、わからない人ばっかりみたいな感じだったんですよね。もちろんちゃんと調べてる方は調べてると思いますし、その時点から早めに対策は打っていたとは思います。前回の動画でお話しましたけれども、私も2018年の6月で、民泊新法とともに全部撤退しようかなっていう風になったわけなんですね。当時私がやっていた物件の中でも民泊新法ができることによって申請ができて民泊が続けられる部屋と、オーナーさんはもっと借りてくれ、やってくれっていう風に言ってるんだけど、後で調べたらその物件ってマンションの管理組合の規約でそもそも民泊ダメだったんじゃん、だけれども誰からもクレーム言われてなかったよねっていう説もあったわけなんですよ。こういうのってそもそもオーナーさんが解約しないで借りてくださいよっていう風に言っていたとしても、実際問題できるかって分かんないわけなんですよね。こういったこともあったり、私が借りている一棟の物件自体も旅館業が取れるか取れないかっていうのはかなり調べないとわからないっていうふうに言われていたわけなんですね。だから数ヶ月の空家賃が発生するっていうのも怖かったので、私は全部撤退をしたわけなんです。
局さんが心配しているようなことはないので、そこは安心してください。当時は本当にわからないことが多すぎて、今よりも圧倒的に無知な民泊オーナーが多かったです。本当にただのお金儲けみたいな感じで民泊投資やってる方めちゃくちゃ多かったんですよね。例えるんだったらちょっと前の仮想通貨みたいな感じです。なんか知識もないけどタイミングが良かったから利益出ちゃったっていう人いるわけなんですよね。送り人とかたくさん出たわけじゃないですか。今その人たちがどうなってるのかはわからないですけれども、当時の民泊って本当にそんな感じだったんです。タイミング次第で誰でも利益出るようなタイミングってあったわけなんですよ。そこに知識なく乗っかっちゃってる人たちが、何なの民泊新法ってつってみんなでなんかざわ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 してて、誰か詳しい人いないのみたいな形、そんな状況だったわけなんです。ネットでちゃんと調べれば分かったかもしれないです。行政にちゃんと問い合わせればそれはもちろん分かります。だけれども、この同じ業界にいる人たちっていうのが、本当に一部の人しかその状況をちゃんと把握していなくて、ほとんどの方たちっていうのは噂で聞いて、らしいよらしいよらしいよみたいな感じの状態で手探りだったわけなんですよね。じゃあどうすんの、いや新法ができるんだったら撤退するよねつって、何々さんは、あ、私も撤退します、あ、じゃあ僕も撤退しようかなみたいな、もうそんな感じだったわけなんですよ。でもその中でもちゃんと調べて準備をしているっていう人たちは、民泊新法のそこの申請にどんどん切り替える形を取っていたわけなんですよね。だから日本の Airbnb のリスティング数っていうのも一時的にバンと減ったんですけども、そこからどん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 やっぱり増えてきてるわけじゃないですか。民泊っていうものに参入している今の大家さんと、その数年前、新法前に民泊をやっていたオーナーさんたちの民泊に対する知識レベルっていうのははるかに違います。比べ物にならないぐらい昔の方が無知な方が多かったってことです。今後のことを言っていくと、民泊自体は厳しくなるってことよりも確実に緩和していく方向になるので、これはあくまでも私の意見ですけども、今現在特区でやってる物件がその条例がなくなっていくっていうことはなかなか考えにくいと思います。逆にもっと緩くなっていくっていうことの方があると思いますね。参入障壁が下がっていっちゃうんじゃないかっていうことはあります。これは私自身は個人的にめちゃくちゃ心配していることではあるんですよ。ある程度の参入の障壁があるからこそ、民泊ってやりたくてもできない方が多かったりするわけじゃないですか。この障壁が下がってきてしまうと、また昔みたいなぐちゃぐちゃな状態になってしまいそうなんで、私はそこをちょっと怖いなっていうふうに思っているところです。今日は新法前の話をしているので、昔の新法前の民泊の様子と、それから新法ができた時どんな状況だったかってお話ししてみます。新法ができた時の話、結構びっくりすると思います。まず昔の民泊の情勢っていうのは、私自身もある不動産屋さんの社長さんが民泊っていうものを個人的にやっていて、4部屋でリスティングを始めてやってみたっていう話を聞いたんです。それがなかなか面白いんだよねっていう話を私に言ってきてくれたので、私もその話を聞いて民泊にすごく興味を持ったわけなんです。で、民泊やってみようかなっていうふうに思った時には、じゃあどういうふうにやったかっていうと、その不動産屋さんが賃貸の仲介の専門の方だったんで、民泊できそうな物件出してくださいっていう話をしたわけなんです。そしてその社長さんは自分の友人に民泊のホスティングを全部お願いしていたので、その友人の方を紹介してもらって3人で2時間ぐらいお茶をしたんですね。その時に Airbnb ってどういう感じで、どういう感じでゲストとやり取りをしているんだっていう話を聞いたわけなんです。一応その流れとしてちょっと教えてもらいながらも、私自身は社長さんから物件を紹介してもらい契約をする。だから社長さんのところには仲介手数料が入るわけじゃないですか。私は民泊のビジネスを始められるっていう形だったので、社長さんと私としてはウィンウィンな関係だったわけなんですね。ここから一番最初に3室の物件を同時契約して民泊をスタートしました。話を聞いてから約1ヶ月後ぐらいにはもうリスティングを上げてスタートっていう形を切れたんです。この3部屋っていうのも、当時はまだ民泊新法っていうのがないので、オーナーが OK してますって言った物件を借りるじゃないですか。そしてそこをスタートしますので、賃貸契約が完了して鍵受け取ったらもうリスティング上げれるわけなんです。厳密に言うと部屋の写真を先に内見の段階で撮ってしまって、そしてもうそれ一番手で申し込みしたんで、おそらく審査は通ると思うよって話だったので、私はもう何にも置いていない状態の部屋の写真を早々にリスティングでアップしちゃったわけなんですよ。部屋のレイアウトも何にも書いてない空っぽの写真で、ベッドを2台置いてこういう構成にしますみたいな、そういうような説明文を書いているだけの部屋なのに、予約がバンバン入り始めたわけなんですよね。すごいな Airbnb って思ったわけなんです。
そこから1ヶ月目はまあトントンぐらい、レビューをもらうために予約をバン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 安い料金で入れるっていう形を取ってました。そんな感じで私の民泊というのがスタートして、どん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 こう始めていって、紹介された物件をすぐにこう内見行って、これはダメ、これはすぐ契約しますっていうのを即日申し込みを入れるっていうのをやっていたわけなんですね。だから15、6室になるのに1年くらいでそこまで持っていきましたね。だから利益自体をすぐ次の物件に再投資っていう風な形をやっていたので、物件を増やすのをやめるっていう風になって利確していったような感じです。増やすのをやめてからは悪い月で150万円ぐらいの利益が出て、いい月だと300万円くらいの利益が毎月出ていたっていう風な感じですね。とにかく場所選びっていうのが全てだと思っていたので、都心部の新宿近辺の駅に近い物件とか、そういったところを取っていました。あとはエリアを密集させることをしていたので、その物件単体では買えないなっていうところも、一つのオーナーさん、ホストさんに対してゲストからの予約とか問い合わせが来ることがあって、人気物件に対して問い合わせが結構来るんですよ。で、この物件は埋まってるんだけれども、近くにこんな物件もありますよとかっていう風に分散して客を流すことができたので、そういう風な形で使えるっていう、この理由で契約していた部屋とかもありました。だからエリアを密集させるとか、一棟物で何室もあるっていうのは結構そういうフォローができるので、これはすごくおすすめだと思いますね。で、そんな感じで民泊っていうのをこう私も回していて、いやすごいなと思ってたんですよ。実際一日の中で私が全部ホストのオペレーションっていうのをやっていたんですけれども、だいたい300万円の利益を出すのにもホスティングとしてかけてた時間っていうのが基本的には1日45分ぐらいでした。今日はちょっと忙しかったなっていうのがだいたい2時間ぐらいの対応だったかなっていう感じです。あとは現地対応っていうのを当時の清掃会社さん、まだその時は私は自分で清掃会社をやっていなかったので、当時お願いしていた清掃会社さんが現地対応をやってくれていたわけなんですね。何かトラブルの時になれば駆けつけなどをやってくれていました。で、16部屋自分で運営していいと思ったのは、余力は全然あるなと思ったんです。正直倍であればまだまだ自分でもできるなっていうふうに思いましたね。で、そんな中で2017年の秋ぐらいだったかな、夏ぐらいか秋ぐらいに、なんか2018年の6月で革命的なことがあって、民泊もうできなくなるらしいですよみたいな、そんな話を聞いたわけなんですよ。で、そこから運営代行会社さんが結構先駆けで始めていたのがレンスペなんですよね。レンタルスペースの時代が来るみたいな感じで、先見力のある会社っていうのはそこから民泊のぶつ上げじゃなくて一気にレンスペのぶつ上げに力を入れ始めたわけなんです。レンタルスペースってなんだみたいな感じなわけなんです。民泊みたいな感じの空間貸しなんだけれども、宿泊はできない時間貸しなんですよ。ベッドとか寝具は置いてはいけないんですみたいな、そんな感じなんですよね。時間貸しなので、正直民泊よりもぶつ上げまだ楽なんですよ。どっちかっていうと民泊よりレンタルスペースのぶつ上げの方がめちゃめちゃ楽で、当時っていうのはコンセプトとしてまだそのダンススタジオとかそういうようなものではなくて、全部パーティー系なんですよね。ワンルームの物件であっても本当によくあるたこ焼きパーティーとか女子会とか、こういったものをターゲットにするレンスペっていうのが流行り始めたのが2017年の秋から2018年の6月の民泊新法をまたぐ時ぐらい、それ以降は結構レンスペの勢いがすごかったんですよ。で、2018年の6月、この時が一番僕も記憶にあるんですけど衝撃的だったんですよ。2018年の6月の確か6月15日だったと思うんですけれども、そこから民泊新法っていうのが正式に施行されるわけじゃないですか。新法が施行されるとどうなるかっていうのが、まず Airbnb で想像してほしいんですけれども、自分の予約スケジュールの中にゲストさんが予約取ってるわけなんですよ。でもゲストさんって日本の事情の民泊新法なんて知らないわけじゃないですか。秋口とか夏までの予約とか、6月の15日をまたいだりとか、16からチェックインの予約っていうのも入ってるわけなんですよ。これがいきなり全部予約がバンってなくなったんですよ。ゲストさんが焦るわけなんですよね。要するに予約取ってるはずなのに自分のリスティングがなくなるわけですよ。だからまさに明日からチェックインっていうゲストさんたちからするとどういう状況なんだって話なんですよね。で、そこからいろんなゲストからブワーってホストのところに連絡来るわけなんですよ。ここから私もその運営代行会社さんにパソコンとか見せてもらってたんですけど、これどうするんですかって話をしたら、いやこれねすごい話が一個あるんですよって言われて、
そこの会社の方がやっていたのが、今民泊で申請するときって M から始まる10桁ぐらいの番号ありますよね。これ当時からあったんですけれども、今後民泊を新法としてやるときにこの番号が必要になるんですっていう話は私も知っていたんですよ。その番号をランダムに打ち込んでも Airbnb 掲載できちゃうんですよって話聞いて、そんなことあるんですかって話なんですよ。でそれ見てたら、もうリスティングが要はアップできないわけなんですよ。許可申請を取ってないんで。でもそのリスティングの M から始まる番号のところを M なんとかなんとかみたいな感じで適当に打つとリスティングに乗っけれちゃうんですよね。そんななんかわけわからない状態になってて、でゲストももう宿泊難民になってるわけじゃないですか。私たち明日からチェックインする予定なんだけれども、いきなり宿泊できないみたいな感じになってますとか。でリスティング真っ白になって M から始まる番号を打ち込むんで、でその代行会社さんのやり方を見てたら、リスティングアップして再募集かけるとブワーって予約入ってくるんですよ。要するに今予約できる施設があったみたいな感じで、今まで難民になっていたゲストさんたちがそこのリスティングに集中するわけなんですよ。でみんなそこの時の金額っていうのを元々の金額の3倍とかにしてアップするんですよね。これすごい状態だと思いますね。ありえないですよね、こんなこと。でそうなると今まで宿泊予定だった部屋が真っ白になって新しい募集かけられちゃって、別のゲストが入るみたいな感じになって、中には鍵情報を知っているのに宿泊ができないみたいなゲストが続出するんですよ。お金は返すんですけれども、新たに白紙になって上書きされたゲストが優先されるとかいう謎な現象になっているらしくて、そしてそのリスティングがちょこちょこ先々まで予約ができちゃって、実は2018年の6月15日で新法が施行されてからもこの方法で夏ぐらいまで運営やってる人たち結構いたみたいなんですよね。でいきなりそれでも7月になったらバンって予約全部白紙になっちゃったりするんですよね。そうするとまた宿を抑えていたゲストさんたちが宿泊難民になるわけなんですよ。そうするとその時よりも高い金額で、めちゃめちゃひどいような金額で募集掲載すると、それでも予約がズコ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 って入ってくるんですよ。こんなめちゃめちゃな状況だったのが2018年の6月15から8月の末ぐらいまでは多分こういう感じだったんですね。新法前から新法への切り返しの時っていうのは、このタイミングで闇民泊を予約していたゲストさんたちは散々な思いしてると思います。明日からの宿を募集していたのにいきなりクローズになっちゃうってことは、予約が確定していない状態になるわけじゃないですか。 Airbnb って予約が確定していると電話番号であったりとかメールアドレスの交換とか、例えば LINE の ID とかって送ることできるんですけども、予約が確定していないと全部文字化けされちゃうんですよね。リスティングの予約を取っていて、明日から日本に行ってその施設を利用するっていうゲストさんたちがこの施設使えなくなっちゃうわけなんですよ。でホストさんにメッセージを送ることはできても、ホストさんからメールアドレスを送ることもできないし、写真も送ることはできないので、もうシカトするみたいな感じになっちゃってて、でそれ大丈夫なんですかって話も私も聞いてたら、いやもうしょうがないですよねみたいな感じなんですよ。このリスティング自体も続けることもできないんで、もうこれで今拾えるお客さんをギリギリまで拾っていくしかないですよみたいな感じのことを言ってましたね。逆にその2ヶ月間は民泊新法が新たにできたおかげで、いや泣いてるゲストはたくさんいますけども収益めちゃめちゃ上がってますみたいなことを言ってました。要するに3倍4倍ぐらいの金額で無理くり募集かけちゃっても、もう宿がないからそこに泊まるしかないみたいな状態になっちゃってるゲストさんでたくさんいるわけなんですよ。だから私は予約していたのにどこに泊まればいいんですかみたいな問い合わせ、そういうの来てるんですよね。でそのメッセージを見せてもらって、7月とかの段階で、これどうするんですかって話私もしてたんですけど、いやもうこれ無理です、返せないですみたいなことを言ってて、これを一代行会社さんがやっていたんですよ。すごくないですかこの状況。これが2018年の6月15から2018年の8月末ぐらいですね。もう9月ぐらいからはさすがにその適当な M から始まる番号打ち込みっていうのも、その作戦もできなくなっちゃったみたいなんで、この時点ではもうちゃんとした新法に切り替わって今の情勢にはなっているわけなんですよ。そこの運営代行会社さんは今は存在してないですね。
当時、民泊新法ができる前にものすごい数の物件数やったんですけれども、民泊新法ともに一気にドカンと減っちゃいました。自社で借り上げとかもやっていたので、めちゃめちゃそこで食らってるわけなんです。その後のコロナのショックで消えていった会社にはなります。こういったところもあるんで、なんかその民泊っていうものの印象が悪いっていうのはここら辺だと思います。やっぱり新しく法律が入れ替わるタイミングって必ず何か問題って起きるわけじゃないですか。この問題のレベルっていうのをその業界の中にいる人間たちってやっぱ見てたわけなんですよね。私は2018年の6月15日で物件解約はしていますけれども、そこからの2ヶ月間ぐらいっていうのは本当めちゃくちゃな感じでしたね。今民泊をやってるオーナーさんたちからするとなかなか想像もできないし考えられない状況だったと思います。でも当時ってそんな感じだったんですよ。本当に民泊っていうものがもともと認められていなくて、なんかその外国人がなんかめちゃめちゃうるさくて施設をぐちゃぐちゃにするし、ゴミのマナーもできていないよねっていう悪い印象だったところから、これをちゃんと認めていこうっていうその境だったのが2018年の6月だったわけなんですよね。ここら辺の6月から夏の時期っていうのは民泊の業界の中でも相当ぐちゃぐちゃだった時期だと思いますね。一応当時の話というのはそういう感じでした。そういったものが様々ありましたけれども、今は民泊っていうものはしっかりと認められた事業としてなってるわけなんですよ。そしてこれからも日本はインバウンドが増えていくので、民泊需要っていうのはまだまだ高まっていきます。政府が発表している目標値に対しても全然追いついていないんですよね。これからどん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 旅行客増えてくる。そう考えると施設は圧倒的に足りないという状態なので、ビジネスチャンスはまだまだありますね。民泊新法ができたことによって、旅館業はもともとそうですけれども、民泊っていうものがビジネスとしても確立されているわけなので、これからすごい長期的にしっかりと取り組んでいけるビジネスになっているわけじゃないですか。ここの部分はやっぱりちゃんとした法律ができたっていうのは心強いところではありますよね。この民泊新法ができたことによってすごくプラスに捉えていくべきだと思います。オーナーさんたちからすると、なんで新法なんかできちゃったんだろうって思うかもしれないんですけれども、民泊新法ができなかったら民泊の業界ってどん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 やっぱり悪くなってったと思います。どこの誰でもリスティング上げることができたっていう、今考えるとありえない状況だったわけなんですよ。だって考えてみてください。これって許可なくてもリスティング上げれるってどういうことかっていうと、自分の家の隣の家のリスティング上げることできちゃったってことですよ。例えば自分の住所が新宿区新宿 1-1-1 だったとするじゃないですか。ただ新宿区新宿 1-1-2 っていうリスティング勝手に作れるんですよ。まあもちろん中に入ることはできないにしろ、そういうリスティングが勝手に作れるっていう状況だったわけなんですよ。そんな状況だったんで、まあありえないっちゃありえない状況ではありましたよね。そこから考えると今は本当に良くなったかなっていうふうに思います。いかがでしたでしょうか。本日は視聴者様からの質問にお答えするというコーナーで、新法前の民泊の状況であったりとか、新法ができたタイミングの民泊の情勢についてお話をさせていただきました。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。トークのリクエストがあればコメント欄に質問を書いてみてください。そのコメントが面白そうだなと思ったら、このように動画で取り上げてお話をしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。